こんにちは。今日の講義は書籍新ロジカルシンキングです。この書籍は望月泰進氏によって書かれたもので、特に生成 AI の時代における考える力の重要性を強調しています。著者はデロイトトーマツでの経験を生かし、論理的思考の新たな進化系を提案しています。従来のロジカルシンキングは効率的なコミュニケーションを可能にし、ビジネスパーソンが成果を出すための重要な枠組みとして広く用いられてきました。しかし、それに伴いアウトプットの同質化という問題が生じることもあります。つまり、ただ論理的に考えるだけではなく、独自の視点や洞察を持つことが求められています。この書籍はそのような新しい思考法を学ぶためのガイドとなるものです。本書の中心にあるのは QADI サイクルというフレームワークです。このサイクルは問い、クエスチョン、仮説、アブダクション、示唆、ディダクション、結論、インダクションの4つの要素から成り立っています。これらを循環させることで、より独創的で説得力のある思考を生み出すことが可能になります。まず、問いを立てることで思考の出発点を定め、その問いに対する仮説を立てます。次に、その仮説を検証するために示唆を引き出し、最後に結論を導き出します。このプロセスを繰り返すことで思考が深まり、より創造的なアイデアが生まれるのです。本書はいくつかの章に分かれており、ロジカルシンキングの基本から応用、実践までを詳しく解説しています。最初の部分ではロジカルシンキングの基本的な概念や原則について説明され、次に批判的思考や説得の技術が紹介されます。これにより読者は論理的に考えるための基盤を築くことができます。さらに、本書の後半では直感や共感、創造性といった従来のロジカルシンキングではあまり重視されてこなかった要素が取り上げられています。これらの要素を取り入れることで、単なる論理的思考にとどまらず、より豊かで多面的な思考が可能になると著者は主張しています。特に共感は他者とのコミュニケーションを円滑にし、創造性は新しいアイデアを生み出すための重要な力となります。このように新ロジカルシンキングは単なる思考法の紹介にとどまらず、実際にどのようにそれを活用していくかに焦点を当てています。ビジネスの現場で活躍するためには、論理的な思考だけでなく創造的な発想や他者との共感を持って、より効果的なコミュニケーションを図ることが求められます。この書籍はビジネススクールの理論を実践に結びつけたい人や、戦略的思考力を磨きたい人にとって非常に有用な内容となっています。読者は著者の実体験や具体的な事例を通じて思考の幅を広げることができるでしょう。最終的に、私たちが直面する複雑な問題に対してより効果的に対処できるようになるための手助けをしてくれる一冊です。新ロジカルシンキングでは、ロジカルシンキングの進化系として提唱される QADI サイクルの具体的な活用方法についても詳しく解説されています。このサイクルを実践することで、読者は自分自身の思考をより深め、独創的なアイデアを生み出す力を養うことができます。特に問いを立てる段階では、自分が本当に知りたいことや解決したい問題を明確にすることが重要です。この問いが明確であればあるほど、その後の仮説や示唆も具体的で意味のあるものになります。また、仮説を立てる際には、自分の経験や知識をもとにした独自の視点を持つことが求められます。著者は仮説を立てるプロセスにおいて、直感や感情も大切にするように促しています。これは論理的思考だけではなく、感情や直感をもとにした思考がより創造的な結果を生む可能性があるからです。示唆の段階では、立てた仮説を検証するための情報収集が重要です。ここではデータや事例をもとに仮説を支持する証拠を集めることが求められます。このプロセスを通じて、論理的な根拠を持った結論を導くことができるようになります。さらに、結論を導く際には、必ずしも一つの答えに固執せず、複数の可能性を考慮することが推奨されています。これにより、より柔軟で多角的な思考が促され、創造性が高まります。本書では具体的な事例や演習問題も豊富に取り入れられており、読者は実際に手を動かしながら学ぶことができます。これにより、
理論だけでなく実践的なスキルも身につけることができるのです。特にビジネスの場面で直面するさまざまな課題に対してどのように新ロジカルシンキングを応用できるかを学ぶことができます。さらに著者は思考の型を重視しています。これは特定のフレームワークを用いることで思考を整理しやすくし効率的に問題解決を図るための方法です。このような型を持つことで思考のプロセスが明確になり結果としてより高い成果を上げることが期待できます。新ロジカルシンキングはただの思考法の指南書ではなく読者自身が自らの思考を見つめ直し成長させるための道しるべとなる一冊です。特にこれからの時代においては単なる論理的思考だけでなく創造性や共感力が求められています。この書籍を通じて読者はその重要性を理解し実践することができるでしょう。著者の望月康進氏はこれまでの経験をもとに実際のビジネスシーンで役立つ具体的なアドバイスやヒントを提供しています。これにより読者は理論を学ぶだけでなく実際に自分の仕事や生活に役立てることができるのです。新ロジカルシンキングを読むことで読者は思考の幅を広げることができ日常生活や仕事においてより効果的に問題を解決できるようになります。この書籍が提供する新しい思考法を学ぶことで従来の論理的思考に加えて独自の視点や創造的なアイデアを持つことができるようになります。特に QADI サイクルを活用することで自分の考えを整理しより深い理解を得ることが可能になります。問いを立てることから始まるこのプロセスは自分が本当に知りたいことを明確にする手助けをします。この問いを考えることで日常のさまざまな場面での判断や決定がより的確になり結果として行動に自信を持てるようになるでしょう。また仮説を立てる段階では自分の経験や直感を大切にすることで他の人とは異なるユニークなアイデアを生み出すことができるようになります。このような独自の視点は特にビジネスの場面で価値を持ち競争の中で際立つ要素となります。さらに示唆を引き出す過程では情報収集の重要性が強調されています。さまざまなデータや事例をもとに自分の考えを裏付けることでより説得力のある意見を形成することができます。この能力はプレゼンテーションや会議などの場面で特に役立ちます。しっかりとした根拠を持った意見は他者に信頼される要素となりコミュニケーションを円滑に進める助けとなるでしょう。結論を導く際には柔軟な思考が求められます。このような柔軟性は変化の激しい現代社会において特に重要です。そして最後に読書で勉強も大事ですが美容と健康管理も大切です。なぜなら心身の健康があってこそ学習や仕事に集中できより良い成果を出すことができるからです。健康的な体を維持することで精神的にも安定し毎日の生活が充実します。この点でライザップの結果にコミットするプライベートジムは非常におすすめです。ライザップは専属トレーナーによるマンツーマントレーニングを提供しており個々のニーズに合わせたトレーニングプログラムを作成します。これまでダイエットやジム通いが続かなかった人でも専属のトレーナーが一緒に頑張ってくれるので続けやすくなります。トレーナーはトレーニングだけでなく食生活やメンタルのマネジメントもサポートしてくれるので総合的な健康管理が可能です。またライザップでは無理な食事制限を行わず健康的に痩せることができるプログラムを提供しています。食べながらダイエットできるので食生活を楽しみながら理想の体を手に入れることができます。さらにリバウンドしにくい体づくりも目指しており長期的な健康維持にもつながります。ライザップは1日50分週に2回のトレーニングで無理なく続けられるプログラムを提供しており忙しい方でも無理なく通うことができます。トレーニングは完全個室のプライベートな空間で行われるため周りの目を気にせず自分のペースでトレーニングに集中できます。さらにライザップでは30日間無条件全額返金保証があるため万が一満足できなかった場合でも安心です。無料カウンセリングも提供しておりまずは自分の体の状態や目標をトレーナーと相談することができます。ライザップはテレビ CM の結果にコミットするというキャッチフレーズで話題となり
その効果と信頼性が広く認知されています。ダイエットだけでなく健康管理にも特化しており、健康的なライフスタイルを目指す方にとって理想的なサービスです。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。